どうも、今日は、定休日なんで、観葉植物に水やりをしていきます。はい、いつものように水やりですね。だいぶね、今日ちょっと朝寒いですね。寒くなってきましたので、来週あたりから結構寒くなるということで、ちょっと、だんだんとね、観葉植物の、ちょっと厳しい季節というか、そういう風になってきますね。昨日お客さんがちょっとこれだいぶ大きくなって、また背が高くなったんちゃうかと、大きなったんちゃうかとか言われたんですけど、そうなんでしょうかね、ちょっとよくわからない。ちょっとこう、これぐらいね、これぐらいの感じなんですけども、そんなにまあまあ変わってはないかなというところではありますね。では、観葉植物描いていきます。あ、今日はちょっと肥料をあげなあかんですね。ちょっと忘れてます。肥料取りに行ってきます。ではいつものように肥料をあげていきます。まずこのちっちゃいのからいこう。クーシアロジアから上げて、そしてこの、あ、こっちと、そしてちょっと交換しますね。よいしょ。よいしょ。これに肥料を、上げていきます。ちょっと肥料をまた戻してきます。では2回目の水やりしていきます。ということでアングル変えますね。アングル変えました。こういう感じですね。今2回目のこう水やりをこうしていると、下の方からこう出ている、感じになってます。でこれがだからなかなか、やっぱこう家にこう家の中に置くとしてはなかなかこう大きくなったかなという感じはありますね。昨日お客さんが言ってくれたみたいにね。で、まあまあ、まだね、こう生えてるというところと、これもね、すごいツヤがあるなっていうことをね、まあ、昨日のお客さん、違うお客さんですけど、それをこう褒めてくれてたお客さんがいて、まあ、飾っててよかったかなというふうにはこう思うというところと、で、クルシアロゼアの話もしてた。これも、もともとだからこれぐらいの大きさやったのが、この大きさになったということで、そんな話もちょっとしてましたね。ということで、今週は、ちょっと寒くなってきましたが、水やりこれで、終わりたいと思います。以上です。